よいしょ。いやうまいな。Oh, you do life start.はい、おはようございます。今、6時過ぎぐらいですかね。はい、ちょっと夜ですね、換気口つけたら寒くなったんで消しました。ちょっと送風でも寒く感じたんで、まあやっぱまだそんなに夜は暑くないですね。はい、今からですね、コーヒー作りたいと思います。では。これがウォーキングコース。ちょっとぐるっと回っていきましょうか。お、展望台らしきもの。展望台というかアスレチックですね。ちょっと朝からそんな元気はないんで登るのはやめておきますと。あ、気持ちがいいですね。まあ、ちょっとお腹減ってきたんで今から、戻りたいと思います。はい、今戻りまして、ちょっと強烈にお腹が減ったのでですね、ご飯食べたいと思いますが、今日はカレーです。まあ、カレーといっても一から作るんじゃなく、もうこのレトルト、この大阪スパイスキーマカレーとですね、ご飯もこのレトルトで作りたいと思います。
よいしょ。よドバドバドバ。あー、こぼれちゃった。結構量多いな。これは香りスパイスと。よご飯の、ね、はい、できました。モーニングスパイスカレーですね。はい。まあ、レトルトとご飯と、あと、ちょっと黄身をのしたりして。で、まあ、これもスーパーで買ったんですけどね。サラダにオリーブオイルと、マキシマムをかけました。はい、これでいただきたいと思います。うわ。なんかスパイスがすごくて、味をどう表現したらいいかちょっと難しいですねこれ。うん、あんまり酸味とかそう甘さとかっていうのはないですね。最後にちょっとスパイスの苦味が感じで、うん、もしかしたらご飯が多いんかなって思ったんですけど、ちょうど良さそうですね。はい、ごちそうさまでした。はい、今ですね、ご飯食べ終わって、2杯目のコーヒーを入れてます。となるとですね、やはりいつもの甘いものですね。はい、はい、こちら、ダブルクリームサンド、ファミマスイーツですね。前回どこだ、ハリテラスでダブルクリームサンドの、カスタードクリームと、ホイップのやつですね、それをご紹介したんですけども、今回は、生チョコクリーム&ホイップですね。まあこんな種類もあるんだということで、税込み150円というの、はい、まあ、これをですね、ちょっと今日はコーヒーを飲みながら、いただきたいと思いますと。ボボー、いやー割れとる、すでにちょっと割れちゃってますね。はい、まあでも
よいしょ。こんな感じです。いや。ちょっと早速いただきますよ。うん、あのね、クリームと一緒にチョコレートも入ってますね。細かい。うん、結構ね、あの車が通りますよ、ここ。うん、でも基本静かなんですけどね。今ですね、8時半ぐらいかな。はい、あの片付けもある程度終わってですね、まあ、ちょっとコーヒー飲んで、飲み終わったら、帰りたいと思います。まあ、新たにですね、作った、棚と、あとは、感激君2ですね。実はこれ、あの前回とあまり、あの大きさは変わってないんですけども、前のやつはなんか威圧感があるというか圧迫する感じだったんですよね。まあ、あの天井まであって、でそれがですね、まあ、ここの仕切りが、なくなったのと、あとはちょっと統一感持つことで、まあ、広く感じましたし、で寝ててもね、やっぱりあの前より広くスペースを使えたような、感覚になりましたので、作り変えて良かったのかなと思います。はい、であとも感激くん2ですね。まあ、昨日はあの夜、まあ、夕方から、寝る前にかけて、だけでちょっと夜中は送風にしてました。で、まあ、送風にしててもですね、あの寒いぐらいだったので、うん、まだ本格的に活躍するのは、まだ先かなと思います。はい、まあだんだん、快適にですね、できるようにして、まあ、皆さんに、これからもご紹介していこうかなと思います。はい、はい、本日の、動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。では、また次回まで、さようなら。